はい、皆さんこんにちは。サキッチョナース、タキです。今回は DM で気になったものがあったので、それをテーマにお話をしていこうと思うんですが、結構ね、多いのが、何歳で童貞ってキモいですかとか、これってヤバいですかみたいな質問ってね、めちゃくちゃ多いんですよ。皆さん、多分年齢を重ねるにつれて、自分が、DT を卒業してないということに対しての、まあ、焦りとか、まあ、周りがねそういうことを経験してるのに自分は経験がないっていうことに対しての周りとのその格差みたいなのを結構感じてたりするのかなっていうふうに思うんですが、まあ、それについてね私が思うことっていうのをお話ししていこうと思います。はい、では早速、まあ、今回ねあったのが30後半とかで DT っていうのはキモいですかっていう質問があったりとか、あと20代半ばとかで経験がないんですけど何歳まで卒業しといた方がいいですかっていうね質問があって、何歳で経験がないからキモいとかキモくないっていう、そのなんかキモさってそれに対して関係あるのかなっていうのがまず私の最初の疑問ですね。ちょっと言い方悪いかもしれないんですけど、別に経験があってもキモい人って多分いると思うんですよ、皆さんの周りにもね。だし、別に経験があるからじゃあ勝ち組なのかとか、経験がないから負け組みたいな、なんかそういう概念すらも私の中ではなくって、別にそれって自分自身が現状に対して満足がいってたらそれでいいと思うし、でそこに満足してないんだったらもうあと行動するしかないよねっていうことだと思うんですよ。だからもし自分が本当に卒業したいんだったらもう行動できてると思うし、でもそれを現状してないってことはね、自分自身がそこまで内心もう本当に心底を卒業したいって思ってない心の表れなのかなっていうふうに私は正直思ってます。だから自分がじゃあ30代後半で経験がなくてキモいって思うんだったら、全然卒業できるような努力、まあ、外見を磨くとか内面を磨く、まあ、女性の扱いとかをねどうすればいいんだろうっていうのってもう今結構私も動画でも話してますしとか、まあ、周りに聞いてみるのもいいと思うし、まあ、そういうねなんか努力っていうのをやっぱするべきだと思います、卒業したいのであれば。そうだから別にそのキモいかキモくないかっていうのは正直私は分かんないし、それだからキモいっていうのはちょっと理由にならないかなっていうのは、まあ、正直な意見です。で、まあ、何歳までにねじゃあ卒業した方がいいのかっていう話なんですけど、まあ、これね以前多分動画でも少しお話ししたかもしれないんですけど、年齢が上がるごとにその市場っていうのもどんどん狭まってくるっていうのがやっぱ現実問題じゃないですか。でやっぱ20代の時は20代それぞれ出会いの場があってターゲット層もかなり広いと思うんですよ。でもそれがやっぱ年齢を重ねるとなかなかこう若い女性、自分がしたいなって思う女性に出会えなかったりとか、でもしたいなって思ったらすでに向こうには相手がいてできないとか、そういった問題もね出てくると思うので、まあ、だから早く卒業しないといけないっていうわけではないけど、どんどん市場が狭まって卒業が難しい状態にはなりますよっていうのが厳しいかもしれないですけど、まあ、それが結構現実かなっていうふうには思います。なので、まあ、焦る必要はね全然ないし、自分がこの人としたいなって思った時に実際じゃあその人を口説き落としてそこまで持っていけるのかっていうのはもう自分のそこのポテンシャルとかテクニックだと思うので、まあ、そこはね努力とテクニックしかないなっていうふうに思っているので、自分自身がちょっと考えてやってもらえたらいいかなっていうふうには思います。はい、ということで、まあ、今回は何歳までに経験がないことってキモいですかっていう質問とか、まあ何歳までに卒業しといた方がいいのかっていうねことをちょっとテーマに織り交ぜてお話ししたんですが、いかがだったでしょうか。結構チャンネルを見てくださって多分半分ぐらいの方が結構経験ないみたいな感じでアンケートでねいただいてるので、まあ、少しでも参考になれたら嬉しいです。ちょっと厳しいね、こと言っちゃったかもしれないんですけど、でもね、まあ、現実を知って、で、そこからやっぱ対処していく方が一番ね、こう解決には近づくかなっていうふうに思うので、まあ、今回はこんなお話をさせていただきました。で、今回の動画が少しでも参考になったとか、いいなと思ってくださった方は、ぜひ下のグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイビー。